こんにちは、門馬美希です。今日は繊維筋痛症物語14話です。今日はお洋服で撮影してます。前回は仕事についてのお話をしたんですけど、NPO 法人を立ち上げて間もない頃に繊維筋痛症の患者さんのご相談を受けた時のお話をしたいと思います。彼はそうですね、とても重度の患者さんでしたが、家族を支えるためにフルタイムで遠い会社だったんですけど、毎日通勤して頑張っていました。で、彼の勤務先と私の勤務先がたまたま近くなったので、何月何日一緒にランチしようって話をしてたんですけど、その日になる直前に亡くなってしまいまして、なんかこう会えなくてすごくショックだったことがありました。繊維筋痛症、死なない病気とは言われてますけど、彼のようなすごく重症で本当は働ける状態ではないのに無理して働いて、死因はちょっとお伝えできないんですけど、死因の一つになったようなものではあるかなと思います。いつも自分を追い詰めていたので、ですごく完璧主義でしたし、完璧にやろうやろうとしても周りがダメだダメだっていう悩みをいつも聞いていて、いやそれ十分完璧、それ以上完璧なものはないよねって話をしていて、もっと自分を褒めてあげてほしいなって話したりしてたんですけど、だからすごくこう追い込んで追い込んで、休める場所がなかったと思うんですよね。で、通勤もグリーン車で往復してましたし、どれだけこう自分追い込んでったか、体がつらかったかっていうのは、もう話を聞いてるだけで分かりました。彼とは直接会えなかったんですけど、密なやり取りをさせていただいてたので、彼のような患者さんが減るように頑張っていきたいと思います。では今回はここまで。また次回お会いしましょう。失礼します。